毎度高橋です。本日は奈良公園の方に来て、こちらに映ってる大和屋さんの人力車に乗ろうと思います。近鉄奈良駅から車椅子ちょっと手伝ってもらって漕いできたんですが、もうすでに汗だくでお送りしてますが、よろしくお願いします。では早速乗っていきましょう。レッツゴー。どうしましょうかね。そうですね、いただいて、はいはい、どうですか、初人力車。座り心地も抜群です。自然に囲まれた奈良をちょっと人力車に乗って風情を感じながら行ってみたいと思います。ちょっと行ってきますね、はい、今承知しました。はい、それではじゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、行ってきます。いや、初めてですね。なかなかね、はい、結構なんか声かけていただいたりとかってもあるんですけど、なかなかどうやって乗るかっていうの僕もわからなかったので、はい、あれですか、奈良公園を回ってはるんですか、主にというか。そうですね、基本的にこの奈良公園全員で、多分皆さんが想像してる奈良公園って多分結構ね、本当にここの大仏さんまでっていうだけのイメージではあると思うので、そういう意味では思ってるよりなんか広範囲に、いや、めちゃめちゃ広いですよね。ここが奈良公園なのっていう感じになるかもしれないですけど。はい、こんにちは。はい、もしもし、山田工藤俊です。あ、よろしくお願いします。では、はい、それでは行ってきます。今ちょっとね、また近く行った時にご紹介できるんですけど、はい、茶色い角なんですよね。はいはいはい、茶色い角まだ伸びてる途中で、ええ、あれまだ血管が通ってるんですよ。ああ、触るとあったかいぐらいで、へえ、状態で切ると血が出ちゃうんで、はい、秋冬になると、はい、発情期になる頃になると、こういう木とかに茶色い皮こすりつけてめくるんですよ。ああ、よく刀置きで見るような白い角が、出てくるので、ええ、そうなるともう完全に角を完成すると完全に発情期で気が荒くなるので、うん、危なくなりますんで、見つかり次第大体切られます。まだ途中なので、はいはいはい、いっぱい見えるけども彼らもあの状態で傷つくと変形したりするんで、結構大事にしてて、あれでついてくることあんまないので、はい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 、まだ切れない、ね、あ、なるほどね。あ、そういう、はい、あれがあるんですね。息が一応、はい、うん、あと小ネタですけど、だから鹿がいるので、はい、トイレの入り口もあんな感じでドアがついちゃってることが多い。鹿さんというのは紙食べるので、はい、ヤギさんとかと一緒で紙を食べてきたので、トイレットペーパーでだからあの通りドアついてるトイレ結構多いですね。もうちょっと向こうまで行って戻ります。はい、くれぐれも気をつけてください。いつも言ってるのかな、お札、はい、食べられます。ああ、そうですね。一番大変なことになる。あ、小鹿いますね。あ、これ小鹿ですか。5月の末頃から毎年生まれ始めて、はい、ね、今ぐらいというか、ほんの1週間ほど前に実は出産の近いメス鹿って一応一旦保護するんですよね。この辺で産んじゃうと、はい、結構危なかったりするので、うーん、でそこで出産の近いメス鹿集めて、そこで出産した子たちをしばらくその保護してるんですよ、はい、それがほんの1週間ほど前に完全に奈良公園に放たれた形になるので、今ちょうど小鹿ちゃんよく見える、はい、5月生まれが多いんですね、鹿ね。5月はね、実はまだ本当に1頭2頭で、あ、6月の中で一番多いですね。あ、この頃が一番多いかなと思って。
そういう時期で繁殖期が決まってるんですね。そうです、ちょうどだから逆に言うと発情期が10月11月ぐらい、その頃からですね。しかもね、四季を感じて生きてるんでしょうね、多分ね。あ、そうですね、本当に季節ごとで、白い点々模様の今の柄っていうのもあれ夏毛なので。ああ、そうなんですね。結構確かに鹿さんから感じる、僕らもだから鹿さんから感じる時期とか。ああ、もうこの時期になったなーって。先ほどからまあちらちらと見えてるんですけど、映画とかドラマの撮影とか結婚式の前撮りとか、はい、したりすることがありまして、そういう意味でまあ景色がいいと思います。この辺まだ結構桜咲いたり何色って言うと、この辺でよく前撮りもしてますね。ああ、はいはい。実の方が、はい、こういう喋りながら案内する観光人力車の発祥だったりするので。岐阜ですか。岐阜の飛騨高山ですね。おー。でそちらの方のところから買わせていただいたような形。これ自体がアンティークっていうわけではないです。あ、はい、まあ、作られたのは平成とか令和とかそんな感じですね。そうですね、そういう形ですね。物としてはこれ自体が明治から来るわけではないです。あ、モデルとしては明治ぐらいの時代。明治の3年が確か人力車、そのタクシーとして走る方の人力車の発祥のはずなんです。その時代のものとかはむしろ一人乗りのやつとか結構多かったりします。はい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 、はい、お一人乗りで。まあでもそういう点で言うと結構その1回バリアフリーツアーセンターっていうのをされてるところに、はい、僕ら研修で勉強しに行ったこともあって、その時にもおっしゃったんですけど、東大寺とか実は本当に全部車椅子乗ったまんま回れるんで、世界遺産としては結構レア。おー、1回も降りなくていけるんですよ、あそこ。ああ、そうですね、はい、東大寺の 中ですか、じゃなくてそこに向かうところ。いや、向かうところもそうなんですけど、うん、その中の配管群があって、はい、中入るところも全部スロープついてるんですよ、横。ああ、大仏あるところですよね。そうです、そうです、あそこも全部。まあ、行こうと思ったら南大門とかも横全部抜けれるから。おー、ちょっとね、石田さんに荒いところはね。ああ、そうですね。おー、まあでも基本的にはその口から全部乗ったまま行けることはいけるので。おー、なんかこういう歴史的なところをバリアフリーになってるっていうのはすごい嬉しい。なかなかね、できないところもね、うん、多いので。いや、ほんまっすよ、うん。はい、はい、せーの。はい、はい、はい、お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。乗れると思ってなかったですよね。いや、ね、どうやって乗るのって、そう、ほんまにそれ、自分でも分かってなかったからさ、行くまでどうなるか分からないな。まあまあ、乗れてほんまに良かったって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。せんべい買いたいと思います。一せんべい200円。はい、こんにちは。はい、一つください。はい、ありがとうございます。この紙を全部食べれるんできてます。あ、はい、はい、ありがとうございます。そこ来ましたよ。あ、待ち構えてたな。うん、ちょっと少ないところちょっとあっちに行きますね、うん、ちょっと欲しいなら。ちょっとでもね、おせんべい見せるのカットしててください。この商品見せついてあるしますから。え、これ持ってないよ。持ってないよ。すごいな、すごいな。これどこに。なんでこっち来るんですか。
めっちゃあ、あ、あ、待って、待って、待って、こんな子誰だってもだ。鹿は紙も食べるみたいで。あ、見たですね。雑も食べる。そう、お金食べられたら困るので、それだけ注意してくださいね。大変ですからね。なんか普段あの芝生を食べてるみたいですね。あ、そうなんですか。うん、あとなんか木の葉っぱとか食べてて、あの鹿の届く範囲だけ綺麗になくなってるんですよ。あ、で芝も刈らなくても鹿が全部食べてるみたいな。食べちゃうっていう。鹿せんべいまみれになりましたね。行きますか、うん、何かを食べられる。何かをさらってますよ。はい、戻ってまいりました。どうでしたか、初めての日に来た。今夏の時期で鹿のね、その白い斑点のこととか、発情期にならないと角が切れないとかっていうお話も聞けて、まあいろいろと奈良の観光のことも説明してくだされます。一人のお客様であの6時間とか長い感じでガイドもしていただけるみたいですね。ぜひね、奈良にお越しの際にはというか、大和屋さんの人力車を乗りに、はい、奈良に来てみてはいかがでしょうか。とても自然に囲まれて気持ちよく奈良を観光することができます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントの方もね、ちょっとずつしていただいてありがとうございます。まだまだお待ちしてますので、そちらの方もお願いします。ではまた次回、また見てね。バイバイ。